さあ、お前の罪を。そういうお説教いらないですよ。人の中身を取り出したことがある。それのせいじゃねえ。あれはすごいな。ちょっと気持ちが変わらないんですよ。そしたら人じゃねえし、まさにそんなことないんですよ。だったら俺は救いたい人間に救い出す。粛清完了。当然の報いだ。